はい、こんばんは。はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、2日前から続いてます飴色玉ねぎシリーズ、今日3日目です。はい、さあ今日は何をやりますか。昨日スープだったでしょ、うん、でも飴色玉ねぎにしたら絶対美味しいのがあれよ。あれ、ハンバーグ。はい、ズバリハンバーグを作ります。これまでいろんなハンバーグを紹介してきましたけれども、うん、今日は王道のハンバーグです。本格的なハンバーグの作り方をぜひ見ていただきたい、うん、コクがあってとっても美味しいので、私も大好物です。はい、ぜひマスターしていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。はい、では作っていきます。はい、王道のハンバーグは、まあ、ひき肉にねパン粉とか入れるあのふんわり系のハンバーグなんですけど、ポイントまず1、お肉は最後に入れるということ。味の素ベースになるものをここで最初に作るのが極上のハンバーグを作る最大のコツです。意外とここ皆さんひき肉の上に塩コショウどんどん入れていくかなと思うんですけど、ここはぜひ守ってください。味が一味変わってきます。パン粉入っています。その中にどんどん入れていきますよ。今日は4人分作りやすい分量にしています。卵1個ポトンと落とします。塩小さじ1、胡椒、黒胡椒ちょっとたっぷりめに入れます。はい、大好き。そしてナツメグ。ナツメグも結構ねしっかり入れる方が本格的な味わいになるので、ナツメグも測ります。はい、小さじ1弱ぐらい。結構ほら結構たっぷり入れますね。弱3分の2ぐらいかな、3分の2ぐらいか、うん、入れました。はい、次トマトケチャップ、うん、大さじこんもり1杯、うん、入れる順番も結構考えてるんですよね。この順番は関係ない、もうとりあえずどんどん入れていけばいいです。あ、そうですか。そうそうそう。そして中濃ソース、うん、これもケチャップと同じ量、山盛り1、うん、入れます。はい、はい、結構ねしっかり味付けてきましたよ。そして最後に入れるのが我らが飴色玉ねぎ。はい、よいしょ。まずここに、はい、ここに最後冷凍玉ねぎを入れます。はい、もうこれだけでなんかハンバーグの作る元みたいな感じしない？うん、まだお肉入ってないですね。入ってない。なんか入ってるように見えるけど、そうそう、こうパン粉ね、パン粉で香りとしっとり加減を出しますよ。はい、じゃあちょっと冷凍玉ねぎ持ってきます。はい、冷凍しておきました。あの飴色玉ねぎだね。じゃん、おこれがちょっと冷凍、ちょっとこちら薄さを見せます。薄さぺったんこです。ぺったんこですね。で、これがあの大きめの玉ねぎ1個分の飴色玉ねぎ、初日に作りましたね。あの量をぺったんこにして冷凍しておいたものです。カチカチです。繊維に沿って切った。あ、はいはい、あれですね。で、玉ねぎ、ハンバーグはみじん切りの玉ねぎを入れるでしょ。うん、確かに。でもね、みじん切りにして飴色玉ねぎしてもいいですよって言いました。みじん切り飴色玉ねぎを使う場合はそのまま、うん、だけど冷凍のねみじん切りするのもまあ手間がかかるので、私は今回この繊維に沿って作った飴色玉ねぎをこの状態でみじん切りにして使いたいと思います。うん、どういうことかというと、ね、まだカチカチのものをここをで切る。わかる？ほら面白い。そうするとね、サクサク切れますね。あの飴色玉ねぎのみじん切りができるね。すごい。だからどっちでもいいですけど、多分こっちの方がやりやすいですね。そう、やりやすいかなと思う。でこうやって、うん、もう多分これでみじん切りにはなってるけど、なんかキャラメルみたいだね。本当だ。またさらに切っていくんですね。うん、もうこの辺はもう。ただなんか楽しいから切ってるだけ。細かい方が早くなんていうか肉に馴染むかなと思って。うん、なるほど。
でハンバーグのポイントって冷たい状態で調理するのがいいの覚えてますか皆さん。あ、そうですよね。見てこの冷凍、これ入れると、あ、入れますよ、入れました。おー、見てこれお肉みたいだけど、うん、冷凍玉ねぎで、ここで冷たい玉ねぎが入ることによって、うんうん、キンキンな、そっか、この中がもう極冷え冷えですよね。多分こんな作り方、多分氷水に多分つけてとか、とっと、お父ちゃんこう触って、めっちゃ冷たいから冷たい、これすごくない？だからお肉をキンキンに冷やしましょうってよく言うけど、うん、キンキンに冷えてなくても大丈夫なんだから、うん、なるほど、買ってきたひき肉でも、うん、できるね、そのできるの、ほんとほんと。あ、もうなんか玉ねぎがね、いい感じになりましたね。なんか細かくこう刻むことによって、この中に入れた状態で冷たいんだけど、このベースの元に馴染んでいく、うんうん、ですね。すごくない？はい、これは大発見じゃないですか。大発見。でもうここはキンキンです。氷水に冷やす必要もないし、冷蔵庫にも冷やす必要ない。よく玉ねぎレンチンしてとか、フライパンで炒めて冷まして混ぜるのよ、うんうん、ハンバーグって、うん、その手間がないから、もうほんと飴色玉ねぎで冷凍しておいたら最高。あっという間にここまで来ましたね。こんな飴色でハンバーグ入れたらもう極上だから。あ、だろうな、楽しみだな。あの、透き通るまで玉ねぎ炒めるのと飴色入れるのではもう平行棒出た、平行棒はい、ここで初めてひき肉を入れます。はい、今日は 500g。 こう肉を先に入れない利点もう一つある。うん、味見ができる。そうですね、結構いろんなもの入れたでしょ、うん、なんか入れ忘れ、まあ皆さんはないかと思うんですけど、私はあれケチャップ入れたっけとかたまになる。でも見たら、あ、入ってないっていうのはね、塩入れたっけってなって生肉入れた後には確認できない。そうね、味見できないですね。そう、そういう利点もあります。はい、で、旨味が均一にいくっていう利点もあって、うん、もうキンキンいきます。今日は 500g の合いびきひき肉を入れますよ、はい、たっぷり。いろんな料理にも使えます。どん、お肉屋さんから買ってきてそのまま入れます、うん、冷たそう、うん、今日はしっかり手を洗っていますので素手でこねたいと思います。ずっとスプーンとかでね、やってましたね、やってましたけど、まあ、ただ手を怪我してるとか絆創膏してるからいいかとかではなくて、やっぱ手が何も今日怪我してなくって清潔に洗ったら人は手でやってください、うん、でもやっぱ手で洗うとね、愛情も伝わりやすいので、うわー冷たいしっかりこねてってください。もちろん手怪我してる人はもうスプーンでやればいいですね。スプーンでやって、ね、ただ500g となるとね、うん、大ごとなんで半分ずつとかにしてください。そうなんですね。あと手袋ね。あ、手袋、あの今ありますよね、あれね、みんな、うん、もうでも絶対だから、もう手に油がつかないでしょ冷たすぎるから。でももう絶対極上、あ、冷たい、絶対美味しい。こんな冷えてる方が美味しいんですね。そうと、あのひき肉の油が外に出ないからめっちゃ美味しくなります。これ最大のポイント、もうお店屋さんは氷水の上でやったりするんだけど、うん、みんなね、よく調べてみると冷やしてしましょうって言うけど、うん、家庭で冷やすレベルを超えてる冷え方ですよ、これは。すごいじゃないですか、冷凍玉ねぎ。そう、この作り方は阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでしか絶対やってないと自信があります。そうだね。なので皆さん、今日見た方、お友達に教えましょう。これもう本当ぜひ実践してもらいたいね。本当にもうね、お店を多分開けると思う、みんなで。そのぐらいのレベルに自信のある作り方で、旨味が増す。で、時短だから。そうだね。飴色玉ねぎ準備してれば、本当包、あそこ包丁、あそこ刻んだだけだからね。そうだね。頑張るのよ、リエ。だいぶ来ましたよ。ほら、まとまってきました。本当ですね。そして、ここでしっかりこねないと、形を作った時に割れる、焼いた時に綺麗な形できないから、うん、頑張って冷たいけどこねます、はい、こうちょっとこうギュッとこのぐらいギュッとこう押さえつけるようにね、今日って。そしてこね上げの目安は分かる？ほら糸引いた感じ、見てください。ほらほら、おなんていうのか、こうこの辺のほら糸、うん、はい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 、ほら、なんか、わかるかな？
まあ、とにかくこう繊維がねこうわーっとなるようになる、うん、細かい 糸状のものがね、うん、いっぱい出てきてますね。つながったという合図なんで、これでこね上がりです。まだ冷たいですか？めっちゃ冷たいです。ほら、でちょっと一回ここで空気を抜きます。空気を抜きました。はい、はい、そして丸めていきます。はい、はい、で大きさをね好きな大きさに、多分大きく食べれば4つ、このぐらい、このぐらいだったらちょっとざっくりな感じですね。ざっくりな感じ、ね、そう喧嘩しないようにと思って、5、6個、4つだったら大きいハンバーグ、はい、私は、まあ、家族分にしてお弁当用にこうちっちゃいのを作ったりします、はい、なんで今日はいいですね、とりあえず夫ちゃんと私の分をこのぐらいかな、大きさ、はい、大きく食べる？あ、いいですね。じゃあ大きく食べる。じゃあ2個。あとでこれはまた丸めたいと思います。はい、でここまでやってあの空気をまた抜いていきます。ここから必見ですよ皆さん。いきますよ。はい、空気を抜いていきます。こういう感じで上下に。ここ一回回転してます。ここはこう、こういう風に。そうなんですね。同じところでやるんじゃなくて回転させながら。形を整えながら空気を抜いていきます。いや、僕もやったことあるんですけど、これねめちゃくちゃ難しいですよ。これもう練習しないとできないです。ただこうするよりも全体をこうくるくる回しながら空気を抜くと美味しくできます。ほら、綺麗にできます。で、最後はここで形を整えて小判型にして焼いてみます。はい、で、骨が弱いとこう押した時にここが割れてきます。じゃ、今度こっちね。もう一回。で、形を整えますよ。はい、今度こっち。もう一回。可愛くなります。で押します。はい、夫ちゃんの方が大きかったわ。あー、やったー。で焼いていきます。はい、飴色玉ねぎの冷凍もみじん切りしたかのようにしっかり入ってる、うん、同じ大きさになってますね、しっかり、うん、均一に入ってます。じゃあ焼きますよ。はい、では焼きます、はい、今強火です、うん、フライパンが温まったら油を少量入れます。はい、温まるのを待ちます。はい、はい、温まったら入れます。はい、強火でポイントですよ。まず肉の旨味を閉じ込めます。はい、ちょっと真ん中をね押すようにして形を整えます。で強火で1分間待ちます。はい、1分間。はい、経ちました。はい、1分経ちました。じゃあひっくり返します。はい、おお、いい感じ。そして白ワインを入れます。そして弱火にします。弱火。はい、ここから弱火で10分間蒸し焼きにします。はい、だいぶ火が弱くなりましたね。このぐらいで、はい、はい、10分経ちました。見てみます。はい、
はこれをこの焼けたねフライパンを使って簡単なソースも作っていきます。はい。ふっくら。すごいですね。迫力もある。うわあ、美味しそうですね。はい、ではこのうまみたっぷりフライパンでクイックソースを作ります。はい。水を入れます。1人大さじ2ぐらいかな、うん、そしてトマトケチャップを1人大さじ1ぐらい。おう、はい、そしてお醤油を、まあ、小さじ半分ぐらいかな、チュチュチュッと入れます、はい、で覚えてる、いつもはトマトケチャップの酸味を飛ばすんだけど、これは酸味を飛ばさないというか炒めないので、おまじないのようにお砂糖をほんのちょっと、きび砂糖を入れてトマトケチャップの酸味を飛ばしたような味わいにしていきます。でこのうまみを煮詰めていきます。はい、こう急いでるって。火加減は強火ですか。はい、あの沸騰して煮詰めるまでだから、そんなに弱い中火とか関係なく煮詰まれば大丈夫。あ、はい、じゃあもう強火で頑張る。はい、これね、急いでる時のソースに本当におすすめですよ。うん、お醤油をね入れるのがコツ、あとお砂糖ね。はい、来ました、あっという間に。煮詰めが足りないとシャバッとしてしまうので、沸騰してきたらちょっと中火ぐらいにして、はい、とろみがつくまで煮込んでいきます。はい、こんな感じですね。どう、とろみがついてきました。だいぶついてきてますね。もうちょい。もうちょい。はい。これでも少しね、酸味は飛んでいきますから、まろやかになります。うん、砂糖が入ってくるのね、少し早く酸味が突き出しますね。今何分ぐらい？どうだ、1、2分かな。ほら、はい、全然違うの分かりますか？こう。そうですね、ソースっぽい感じ。はいはいはい、はい、うん、じゃあこれでかけたいと思います。はい、おいしそうですね。完成しました。はい、味見していきます。やったー、夫ちゃん、あら、目の前にありますのは、はい、これは先ほど買ってきました今日のハンバーグに合わせて、はい、南アフリカのステレンボッシュという、地域の赤ワイン、ボルドー他いろんな品種が、ミックスされてるワインだそうです。パンチがあって、あの肉料理、ジビエ料理などに合うワインだということで、ちょっと選んでもらいました。はい、はい、ではこれ早速、はい、いいですか、はい、濃い色ですね。わ、もうそんなあ、こんないらないですか。じゃあいただきましょう。いただきます。今日も皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。おとちゃんも、で先生もいただきます。おお、マロンとしてますね。渋みがすごいです。パンチあるね、これね。ハンバーグに 100% 合う。これ3日目絶対美味しい。あー、ちょっと楽しみ。じゃあ食べよう食べよう。
ただきます。時間が経てば経つほど美味しくなるって言ってました。いただきます。いただきます。うわすごい。ソースをちょっとかけて、甘みと、すごい、うん、うわ、でも今ワイン飲むのも忘れるぐらい美味しかったです。うまいな、甘みとコクがすごい。これもう完全にお店の味っていうかもう、うん、ね、すっごい美味しいね。ソースも最高にうまいよこれ。うわー、もうもっとちゃん乾燥ハンバーグの、いやもうほんと美味しい。肉肉しくてもう、うんうん、うまいねほんと。いやほんとすごい、うん、うーん、今日はドライのパン粉使ったけど、あそこ生パン粉使うともっと変わるの食感。ああそうなんだね。普通の食パンとか。ああへえ、うまい。もうこのナツメグの感じと玉ねぎの甘みがもうお店だもんね、うん、これぞまさしく王道のハンバーグです。あこのパン、うん、うん、ソースと、うん、うん、セットも美味しいんですよ。はい、というわけでね、もうこれから引き続き、食べていきたいと思います。はい、これもあの冷凍の飴色玉ねぎさえあれば、うん、レストランハンバーグがあっという間にできちゃいます。本当すごいね。無駄にも肉汁はどこにも逃してない。そうね、キンキンに冷えたね、あそこさえ頑張れば、うん、もうお店行きたくなくなると思う。本当、ね、家族はすごい美味しいね、うん、本当にもう。なのでぜひぜひ飴色玉ねぎからのハンバーグ絶対作ってください。たっぷりレシピになってますから、あのまたハンバーグね、煮込みにしてもいいし、そのまま食べてもいいし、あの55分で焼きたてパンでサンドしてもいいし、あハンバーグ、ね、ちょっと明日のねお昼はそれにしようかなと。ハンバーガー、あー最高、思ったりいろいろ活用してみてください、うん、はい、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。はい、それではまた明日。明日ハンバーグ最高。ほんと美味しいからね、騙されて、あ、かわいい、騙されて美味しいですよおかしい。